はい、こんばんは、山陽と申します。今日はね、何をやっていこうかというとですね、まあ時刻から言いましょうか、今日は5月の3日あ、4日か、5月の4日なんですけどね、時刻は今、4時22分ですね。なんや、夕方にしては暗いじゃないかと思うかもしれませんけど、これは朝の4時22分ですね。ということでね、今日は早朝から撮りますよと、いうわけでございます。何をしようかというとですね、長島に行こうやないかという、お手軽企画なんですよ。ね、こんな時間から中島行ってどうするんやってね、いう気分になるかもしれませんけどね。で、なんかね、逆算するとこれぐらい行ってないといけないらしいんですよね。そんな天の声が聞こえたんでね、こんな時間から出発をしておりますけどね。ひとまずね、今四日市にいるんですけど、今から、今日永のロースにいるんですけどね、今から亀山に向かいます。で、亀山からちょっと始発に乗ってね、中島の方に向かっていこうと思います。いやー楽しいですね。いやーね、こんなね、普段ね、何もね、着ないような人でもね、やっぱアウトレットとかもね、行きたくなることがあるかもしれませんからね。そうそう、うちのね、視聴者さんでもね、長島スパーランド行きたいよっていう人とかね、あと、ナバナの里とかね、行きたいよっていう人がいるかもしれませんからね。長島駅にね、行ってみたいと思いますよ。なんかマジでそうするとね、中島駅まで行ってもあかんから、桑名駅からね、直通バスとかそっちの方に乗らないといけないんじゃないのとかね、いやそもそもアウトレットパークとかあっちの方なんてもう車で行ったくでしょみたいなね、話も出そうですけど、いや公共交通機関とか言いましょう、 SDGs ですよね、うちが言ってもなんですけど、ということなんでね、なんかね、亀山からね、始発に乗ったらね、早いみたいなんでね、早いみたいなんでね、長島駅にね、向かっていきたいと思います。よろしくお願いします。あとすいません。今日ね、亀山に行く途中もね、映そうかなと思ったんですけどね、敷物忘れてきましたね。マットを忘れてきちゃったもんで、まあ途中でゲットするかどうかしないといけないんですけど、まだ朝の4時なんで100均もどこも空いてませんからね、ちょっとそこだけね、しまったなというところですけど、まあ基本的に、ね、電車の移動がメインなんで、まあ、そこは大丈夫かなと思ってますんでね、良くないかな、どうかな。それではちょっと飲み物を買っていきましょう。さあ、予定外のことになってますよ。今ね、赤井ドライブインにいるんですけどね、なんでこんなことになってるかっていうとですね、まあ、道中ね、走りながらね、亀山の方にね、向かってくんで、あ、亀山の吉野家で食ってこかな、朝飯食べようかなと思ってたんでね、そのままスーッと走ってきたんですね。そしたらなんと朝の5時過ぎだったんですけど、吉野家開いてないですね。6時オープンなのかな？ 5 時過ぎだとまだ開いてなかったんで、あれ開いてねえ、電気ついてねえってなってね。で、他にね、空いてる飲食店どこあるかなと思ったんですけどね、亀山食堂さんも6時からやし、あ、バズいな、どこも空いてねえな、どうしようなと、思ってね、走っておったら、席のドライブインまで行けばね、まあなんか飲食店やってるやろと思ったら、24時間営業じゃないんですね、閉まっとる上に、揚げ句の果てに、そこのね、ミニストップあるし、最悪こんなそこのミニストップと思ったら、ミニストップも24時間じゃないんですね、大誤算です。さあどうしよう、朝飯どうしようとか言っとったらもう結構いい時間になってるから、5時16分か。うん。今日ね、6時8分のね、電車に乗る予定なんでね。さてと、戻りながらもうあれかな。コンビニでちょっと飯買ってかな。またお家で食ってくるような感じになるかもしれませんね。よいしょ。ちなみにここもうすぐ目の前がね、寿司なんですよね。関のドライブインになってる亀山市なんですけども、そこは寿司なんですよね。だから案内も、普通の案内ですね。こんな感じで、寿司観光案内になりますね。とりあえず取り急ぎ戻りましょう。さあ、ということでね、安全文化村のね、横にあるファミリーマートさん寄ってきましたけどね、とりあえず、まあ、簡単なね、ご飯を買って、食べながらね、もう亀山駅までは近いんでね、まあ、コインパーキング止めてそこから行こうかなっていう感じですね。懐かしいですね。静岡に行った動画ね、あれの静岡の駅前撮ったやつがね、うちのところでは上位ね、再生数上位4000再生か5000再生近く行ってるのかなっていう動画があるんですけど、
あの動画の撮り始めがここでしたよね。ここからどこに行こうかなっていうところから始めてね、気がついたら静岡に渡ってんで、考えてみたら道が必要ですかね、ここで。あの頃とは違いますからね。もうバッチリ調べてありますからね。長島に行ってね、まあアウトレット買うだけのね、アウトレットかね、ナバナサとかね、まあ長島に行くだけの動画ですからね。でも前ですね、あれですね、とまあね、ちょっとぶっちゃけ話をしとくとね、朝の6時8分なんで、紀勢本線のね、始発に乗るわけですよ。ですね、あの新宮行きのやつですね、うちの一番もう本当黎明期の頃に、撮ったね、動画で、郵便関係以外の動画で最初に撮ったのが確かあの新宮に行くやつですよね。亀山発新宮行きの普通列車に乗るっていう、あの列車に乗るんですよ今日ね。ですけどあの時はね、2019年まだコロナの前ですけど、2月だったんで、この時間でも真っ暗でね、雪も降っとるようなね天気でしたけど、もうねまだね5時半ですけど、もうこれが明るいですもんね。その分だいぶやりやすいですよね、やっぱし。さあ、じゃあちょっとご飯も食べましたし、駅の方向かってきましょうか。まあ、こういうバッグをね、止めますんでね、今日は。めっちゃ一気に再開進んでました。そこら辺とかも全部1日300円ですもんね。安いな、いいですね。で、電車が止まっとるけど、今回はね、長島に行くんでね、紀勢本線で行くわけでございますね。お前は何を言ってるんだとね、言われそうな気もしますけど、紀勢本線で行きますよ。あの長島に行けるんですよ。ここから、ね、乗り換えなしで行きますからね、便利ですね。で、朝はこんな感じいっぱい、結構列車が止まってますね。電車が止まってます。これあれ、関西本線のね、あれですよね、名古屋方面にね、ラッシュ時間を一気に通勤ラッシュで出すのに、多分ここに、こう、溜めといてね、片方方向にね、ガンガン流していくっていう作戦なんでしょうね。1時間あたりね、8時台、7時台だけは多いですもんね。よいしょ。よいしょ。ああ、朝日眩しい。将来的にはね、リニアが来るわけですもんね、一応予定ではこの2人で。神山的にはですから、リニア早くしてっていうね、気持ちなんだと思いますけどね。さあ、で、今日はね、青空フリーとか、
店舗はね、もう先に超えとって。あ、そうなんだよな。そう。関西線の方は、あ、どの時代から超えとるかな。いや、そいつ関西線の方が早いですよね。しまったな。ここでは買えないよな。買えないな。6時からだから 6時8分に登ればいいんだから6時8分だからまあダメだ。ちなみに、どこに書いてあったっけ。770円ね。ちなみに770円ってね、往復で1540円ですからね、あのフリーパス使ったら全然お得じゃないやないかとね、思われそうなところですけどね、あれですよね、途中でね、こうしてるとか、また別のところに行ったりもするわけですからね、それでだと思いますよ。なんかね、計算したらね、そっちの方がお得ってなったんでね。一瞬びっくりしたのが、駅前の方に入ってくる、斜めにね、入ってくる道が、長屋方面の方からね、入ってくる方面のところが塞がれとってね、どうやって入ったらいいんですって、本当にわからなくて結構焦りましたけどね。なんかちょっと迂回して入ったりするような形になってるのかな。うん。一応なんか、これのわけではないみたいですね、駅前にはですけど。そう、駅前のその、道路案内もね、封鎖されとってっていう感じでしたね。多分これで取る兼ね合いでしょうね。まあ最終的にはまたそこから入れるようになるんでしょう。その道が閉鎖になるっていうわけじゃないし、一時閉鎖って感じですね。さあ、あと20分。とりあえずちょっと、あくまで待ちましょうか。相手からはちょっと急いで乗らないといけないな。トイレ借りとこう。よかった。駅前の案内がありますけどね。ちょっと神山って独特なんですよね。駅があって駅前にね、その商店街とかあるわけではなく、なあとね、どの辺りが商店街ってのかな、旧東海道か、国道1号線沿いで、この辺りかな、あの
亀山食堂さんね、うちから取材させてもらった、ところがあったりするんですけど、本町とかがどっちかというと、この辺りですよね、がどっちかというと、昔からの商店街とかがある、市役所があって、商工会館があったり、なんか全体的にちょっとばらけてるんですよ。ふわっとかだけ取ってね、でどっちかというと使うことが多いっていうとエコーさんとかこの辺りのところかが飲食店とか、まあ、消毒して多いのかなってイメージですけどね、前にいた時に取った、何だったっけ、改革だと行った時もここエコーのところですもんね、難しい。15分あるのか、まあ、とりあえず切符売り場あくまで待つか。よし、15分あるのか、まあ、とりあえず切符売り場あくまで待つか。よし、買ってきましたよ。青空って言いますね。今日の分買ってきましたんで、早速ね、新宮行きぐらいね、久しぶりですね。2019年の2月以来か。この新宮行き、まあ今日はね、最後まで乗ってくんじゃなくて、これで長島まで来るわけでね、行ってみましょう。今あれかな、6時2分発の鴨行きが出てったところかな。確か6時2分発のやつだけこっちから出てたんですよね。で、もう止まってますね。新宮行き。こいつに乗って。眩しい。通まで行きましょうか。眩しい。やっぱ冬とだと違いますね。前は確か真っ暗でしたもんね。よし、で、の新宮行き、相変わらずちゃんとトレンチ乗ってます。よし、やってきましたよと。いやー、遠かったですね。やっぱ亀山から来ると長島遠いですね。長島スパーランドはどっち行くかな。海がこっちの方にね、あの土地でも海見えてましたからね、もう間違いない、そこで長島ですからね。結構なんか平気広くなったんですね。多分長島って無人駅だった気がしたんですけど、やっぱ特急停車駅にね、なってますしね。もう2面3線、大きい駅じゃないですか。あ、立派になりましたね。あ、こんな補線基地とかあったっけな。全然、あ、ね、こんな業務宿泊所なんかもありますし、施設揃ってるんですね。
名所、あ、名所案内あるやん。地方には名所案内ないのか。ここにしかないか。なんか、でもおかしいせん。列車も出てきました。あれ、ここから新宮の方に向かってくるらしいですね。まあ、和歌山方面に向かってくる。まあね、一晩も回るって言葉もありますからね。でもほら、間違いない。長島ってなってますもんね。長島スパーランドはどこかな。あれ、でもなんか様子がおかしいですね。でも JR 東海の長島でしょ。あれ熊野だった気がするけど、北室郡九北町ってなってるけど、まあ、これで北室って読める時点でも分かってるやろっていう気もしますけど、紀伊長島ということでですね、いやー、やってしまいましたね。間違えて長島に来るつもりが紀伊長島に来てしまいましたということですね。やってもうたというわけでございまして、まあ、分かってることだと思いますけどね。ということでね、この動画ではですね、万が一、長島スパーランドに行こうとして紀伊長島駅に来てしまった人のために、紀伊長島から長島までどうやって行くかをね、解説していこうじゃないかというわけでございますね。バカバカしいな、相変わらず。であれだな、駅の名所あそこにあるわ。そこにあるで、ね、ちょっと撮っとこうかな。そう、まあ、海沿いは海沿いなんですけどね、いわゆる木なんですよね、こっちは。何がある？長島城跡、有久慈温泉。温泉あるんだ。徒歩25分。ああ、ちょっと気になるな。姫田浜海岸に大正寺大島。ほう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 。雪がある。徒歩5分で行けんの？いや、行けないよな。行けないな。あ、バスから徒歩5分か。そりゃ無理や。よし。ってことでね、とりあえず一回駅降りてね。さあ、こっから中島遠いんだよな。いやでもね、温泉書いてありましたしね、スパーランドってあれスパですからね、長島温泉ですね、あれですからね、こっちにも温泉あるかもしれませんよ。いやでも駅で降りるのは初めてか。まあね、これも結構重い時って重い時だったんですけどね、この前スーツさんがね、紀伊長島駅から誰か、ちょうどここでしたね、あの特急なきに乗ってく、新方面の方にね、向かっていってましたけど、あの時は。で、紀伊長島駅見たら、そうや、紀伊長島駅あったなと、あ、長島からもこれできるな、間違っちゃったらできるなということでね、ふっと思いついたんでね、このゴールデンウィークのお出かけ、久しぶりですからね、まあ、ちょっとその辺りはね、散歩しながら、駅前にちょっと散歩しながら、話していこうかなと思いますけどね。よいしょ。で、いいよいしょ。本当、ただいま丸口を示させていただきます。9時40分。あ、そっかそっか、そういうことか。特急の時間に合わせてあれかな、開くのかな。で、国鉄時代のあれかな。あ、そんなに国鉄時代でもないか、2014年とかになったのか、案外新しかった。そっかそっかそっか。船旅は結構ギリギリまで、つい最近まで旧型車走ってましたからね。なるほどな。こいのぼりが揺れてますよ。5月4日、明日が子供の日ですもんね。
でそう問題はね、こっからの電車がね本数が異常に少ないですからね。8時半やろ、それで9時40分でもこれで行くとすると桑名の方に行かなあかんでも結局これに乗ってもらった方が早いんですよね。じゃあもう特急で行ってまいりましょう。そこはね9時47分から一般電車やから13時10分まであるんだよな。どうやら1、2、3、3時間今日は来ますね。はあ、よし。で、あ、こんにちは。駅前初めて来たな。ああ、鯉のぼりが揺れてますよ。5月よく明日が子供の日ですもんね。こんな感じなんだ。特急停止駅なんですかね。で、どうしようかな。結構あれだと3、40分かかるようなところばかしてあったんでね、ちょっと飯食うところとかあればいいんやけど、それか一駅、あーでもそっか、三ノ瀬の方に行ったらダメなの。これ紀伊長島この駅まではね有効なんですけど、この先が有効じゃないですもんね。梅ヶ谷まで歩いて梅ヶ谷からもう一回こっちに戻ってくるってなると、まあちょっと無理があるかな。ちょっと無理があるような。駅前だと紀北町役場と、まあ旧金中島町役場ですよね。とかがある感じかな。まあふらっと歩きながら話していきましょうかね。道の駅とかはちょっとあるよな。これ愛玩の方のやつかもな。ここの先って大瀬市だったの知らんかった。なんでそんな飛び地作ったんだろう。不思議だな。まあでもあれですよね。あ、大内山牛乳がある。あ、牛乳朝は一日牛乳いいな。牛乳買ってこ。いいですね。やっぱ朝牛乳の、元気湧いてくるな。さあ、こっちの方に来ると。やっぱ瓶牛乳って美味しいですよね。すっかりカメラが、そういや収めるの忘れとったけど。まあ大内山の瓶牛乳自体はこっちでも全然買えるのは買えるんですけどね。なかなかあんな感じで本当になんかミルクスタンドって感じですよね。いいですね。パッと入ってじっくりといっぱいいただいて、あ、大久保もあるんだ。こっちの方はなんか主婦の店が多いイメージやったけど、主婦のお店はあれか、駅前じゃないのか。もっとあれか、北の方に行った方がですね、確か。あれだな、ちょっと、それの時間だけ調べてみよう。あっちの駅の方に行けるのかな、間に合うかな。さすがにね、今回ね、先も見た通り、本数が絶望的に少ないですからね。どこ行きたいんや。あ、次10時51分まで来ねえってなってるからダメですね。そうすると特急乗り継ぎできねえから、
ダメだな、間に合わないな、うん、あ、でもいろんな店ありますね。高校も開いてんだ。何時から？8時開店かな。早いな。大久保はそうね、早い店多いですよね。あ、ちなみにじゃあなんで同じ県内ね、三重県に長島が2つあるんやって話なんですけど、まあ、これあれなんですよね、こっちの方がもともと金の国なんですよね。三重県って昔の律令国の国の割り振りでいうと非常にちょっと厄介な、珍しい 4つに分かれますからね。紀伊の国、伊勢の国、伊賀の国、志摩の国で、紀伊の国の一部もねですからこっちに入ってくる。紀伊っていうとね、やっぱ新宮から先、和歌山とかね、和歌山方面のねイメージが強いですけど、この辺りももともとは紀伊なんで、なんでね、文化的にはもう完全に和歌山県に近いですね。まあ大久保もありますけど、朝の9時から、あ、まだ開いてないのか。じゃあ朝の9時からやから、そうですね、あと10分前か。あ、ちなみにあれね、牛乳は110円でしたね。安いな。あ、110円、あれだよ、こっちの方で買うと、四日市の方で買うと160円とかで売ってるよな。安いな。いいですね、ああいう。ラッと入るのは好きなんでね。それで国道42号か。これあれか、奥に行ったら紀勢道のバイパスの方に行く交差点かな。こっち前に出るとだいぶ車通りも多くなりますからね。で、そこが主婦の店か。そうだな。よっしゃ。バイパスの方に行く交差点かな。こっち前に出るとだいぶ車通りも多くなりますからね。で、この道ずっと行くと道の駅があってっていうような道通りですね。道の駅まで回ろうかな。どうしようかな。1キロやから歩いて歩いて20分ぐらいか。スープの店でいいじゃん、スープだけど。よし。あ、地下通路があるじゃん。やっぱあれですよね、地下通路見つけたらやっぱ早すぎますよね。ちょっと名称もなんもないのかな。すぐそこに交差点あるんやけど、あれかな、通学路用に作ってあるのかな。
か、シフロン低いから開いてるかな。シェルター、ちょっと行こうかな。よっしゃ、バス停がある。新幹線の駅の方に出るのか。なるほど。まあ13時過ぎまで来ないと大丈夫であれですけど。9時からか。9時からか。まだ開いてないな。ここから先にちょっとあるのかな、お店が。ああ、じゃあ今まで通ってきたところか。裏手にちょっと神社から見ますか。旅の祈願をしておきましょうか。丸手に行っとこうか。スッと行くと先にあるみたいだけど、どこだ。あとからやろう。よく分かったんですか。ここか。これか。地図やとめっちゃ細そうに書いてあったけど、ちゃんとね、そこだね。まあ、言うて結構新しい建物も多いですからね。よっしゃ。で、ね。神社あった。せっかくね、ちょっと旅の安全祈願でもしてきましょうか。よいしょ。一応旅ここからスタートですからね。すでにゴール感がありますけど。広い。めっちゃ強いやん。よいしょ。あっ、まだちゃんと気色がある。これどっから先やった方がいいだろう。いいですね。よし。さっき
顔を注意してまいですね、うん、あ、そっか、セドセドセドリそれと、そっかちょっとちょっとじゃあ、していきましょう。よいしょ、うさと神社というのかな、そこに由来書いてありますね。この神社ですね。二号神社、三郷神社かな。あ、まだあれですね、金長島町の時に、作ったやつなんでしょうね。合併前の。そうですね、北村区の金長島町ですからね、昔は。そう、金長島町と、昔は、伊勢のね、今から行く長島も、長島町だったんで、非常に、それはそれで、もう自治体がね、私の名前の自治体が2つあるんでね、結構なかなか珍しいことになってましたけど、一説には92代、岡本天皇、後期1942年、と伝えられており、後期1942年ってことは、今が2670ぐらいですね、後期ね。後期、1940年が、後期2600年なんで、そこにプラス80プラスやろ、だから2680ですよね、今2680ってことは82年か、700年ちょっとだいぶ昔ですね。ちょい前っていうと、安土桃山時代ぐらい、山本神社というのか、それから明治の後期に、まだ名前になったんですね。立派だ。じゃないですか。春の日に、長島から長島へ行くというとこ、あ、これが欲しい、あ、ご神木もあるんですね。立派ですね。これが欲しい、あ、ご神木もあるんですね。なるほど、おー、立派ですね。よいしょ。あ、そうですね、昭和なんでちょっと鉄のね、台数用のやつも通ってますからね。主婦のお店やっていきましょう。大丈夫ですね、9時6分まで空いてますね。ちょっと軽くお弁当とか買っといてもええのか。次流しはあっちのね、特急で行くんだったら中で、飯食べちゃうっていう手もありますからね。言うてね、朝の4時から起きてますからね、さすがにパンだけやとね、腹が減っちゃう。ちょっと埋まらんな、もうちょっと食べたいなっていう感じはありますからね。てか多分長島に着く頃には12時ぐらいですもんね、もう。かかるな、こっから長島か。いいなぁ。とりあえず熊野までね、特急で行って、って感じかな。四日市の理解より熊野だろうなぁ。で、熊野まで行っとけば、最悪近鉄の長島駅の方に行くっていう手もありますからね。そっから一駅だけね、乗ったって。電車の、来る電車によって、ちょっと、検討しましょう、そこは。よいしょ。さあ、
ちょっと主婦の店で買い物してきましょう。主婦じゃないけど大丈夫です、使っていいですからね、主婦の店ですけどね。東長島北ってなってますけど、今からこのまさに、長島から東の北に向かっていくわけなんですけどね。いや、上がってきましたよということでね、主婦の店でお弁当とね、めちゃくちゃ定番の唐揚げ弁当買っちゃいましたけど、よいしょ。こういうの家の下なんだよな、なんか斜めになってくんだよな、なんか重たいのをそこに下でればいいのか、これでいいかな。おっしょ、結構結構、なんかかっこやくんはなんとかなんやろ。よし、ってことでね、唐揚げ弁当と、お茶とね、でついでにね、フランクがね、フランク粉とか98円で安かったんでね、買っちゃいましたね。そうそう、コンビニとかで買うとね、ちょっとね、これね、150円とかしますもんね。ありがたいですね、98円ですからね。そう、実はね、昨日ね、ちょっと出かけた時にね、隣の、わあ、懐かしの農協のマークがうっすらとありますね。うっすらと。これはわざとああいうデザインにするのかな、そうかな、で時間的には、9時22分20分あるかな、まだあるけど、まあくるくる歩いとったらいいぐらいでしょ。あれ、そっか、フランクフルトを買って、であとはね、まあこっちね、せっかくね紀伊長島来たんやでね、なんかちょっとそれらしいね、お土産を買っとかんとなと思ったんですけど、どうしようかなと思ったんですよね。まあ言うて三重県なんでね、そんなに売ってるもの変わらないんですよ。ただね、ちょっとだけやっぱ変わってくるところもあって、でこっちのね、火に入るとね、まずちょっと写真載せときますけど、こんなね、生節っていう、やつがね、入ってくるんですけど、まあ、こっちのね、近畿地方に来ると、一気にドメジャーになってくるんですよね。ですから、和歌山とかだったら多分普通にスーパーに売ってると思います。で、これがね、ちょうどこの辺りね、この金長島の辺りらへんから売り始めるんですよね。これがね、伊勢とか北の方に行くと、伊勢屋の方に来ると、急にね、途端にパタンとね、売ってなくなってますよね。これが紀北町役場ですね。高校と一緒になってるか、そうですね、県立長島高等学校の門と紀北町役場の役場の門と一緒ですもんね。まあ、いいとこの辺りもね、リアス海岸ではあるんで、そこまでとって平らな土地が少ないのは少ないですからね。まあ、その中でも紀伊長島の辺りは結構比較的スペースある方ですけど、こんなところが紀伊東長島郵便局ね。で、比較的来てるのもこんな点特徴ですよね。お寿司屋さんか。これなんかでもね、全然お魚ガンガン取れる地域ですからね。
ってくるんや。なるほどな。案外時間が余っとるな。9時27分やから。何分やったっけ。40分から空ってなっとったんで、今回の目的はね、あくまでもここから長島に行くことですからね、道草はねできないんですよ。まあ、正確に言うと電車の都合でっていうところが大きいですけどね。マンドロ、ここは何だ、ふれあい広場。あ、病院か。あ、じゃあこっちに移ったんや。お土に行ける。なるほどな。建て替えたんですね。あれ誰かな、代替わりしてそのまま新しくしたって感じかな。向こうは向こうで、そうですね、こんな感じにですね。で、ここはふれあい広場なんだろう、交流館かな。いろんなホールとかが入っとるんですね。まだ開いてないかな。もしかこういうところあれかな、祝日が閉館かもしれないな。でお休みのところ、喫茶店もあったか。今はやってないのかな。あ、もうこっちずっと行くと駅戻れんくなる。行ったんですけど30分やもんな。よし、駅に帰ってきた。ここから先行ってもなんもなさそうかな。このまま住宅地があって、多分そのまま山の方に入ってきちゃうみたいに、また42分でぶつかる落ちやと思うんで戻ろう。朝のね、4時起きでっていう話をしてましたけど、多分冷静にお考えになられる方でしたら、いくらなんても早すぎやんかとね、お気づきかもと思います。そうなんですよね、別に6時に、神山に行くんであれば5時半、下手すりゃあの時間やったら5時半ぐらいに出れば間に合うんで、5時過ぎね、起きてそこから準備してても間に合わんわけじゃないんですよね。別にそんなね、こんなおっさんなんで、お化粧するわけでもなしなわけなんで。じゃあ、なんでその時間からやっとうかっていうとね、実はね、まあ、最近はずっと朝早いね、5時半とかね、6時とかに出勤するんで、まあ結構それでまあ4時過ぎにいつも起きとったんで、まあそれでもね、ギリギリまでね、いつも寝てたんですけどね、実は、あれなんですよね、FM で、朝の4時から早見沙織さんがラジオやってるんですね。火曜日ともから木曜、火水木か曜日は早見さんがなんかね、朝の4時からやってるってことを知りまして、まあ朝の5時ぐらいからいつもかかっとったり、朝の5時から5時半ぐらいの30分番組かなと思ってたらね、実はそうじゃなくて朝の4時からやってるらしいんでね、まあ、それはね、あれだなということでね、聞けるときはね、朝の4時から起きて聞き始めてますね。いやいやいや、朝からね、早見の声でね、早見さんの声でね、目覚めとね、いい感じで目覚めれますね。なんとなくね、普段コーヒー飲まない私もブルーマウンテンをなぜか飲みたくなるね、この不思議な
ところですけど、まあ言っていとも牛乳飲んでるわけですけど、よいしょ。トイレどこだっけ、トイレどこだっけ。じゃあとりあえず桑名までのちょっと早いか。11時7分に滝に着くんで、滝から東京に乗り換えるっていう点もありか。ああ、それでいいな。それで行ってみようかな。行けないな、今回。あ、別に切符持っときゃいいよ。はい。あ、そうや。ノブはこっちでいいかな。そうか。お手洗い、お手洗い。今タイヤ買いとこ。さあトイレしとったらいい時間になりましたけどね、私いいこと思いつきました。めっちゃいいこと思いついたんで、この、もう47分に来るね、滝行きの普通列車にね乗って、とりあえずね滝に行こうと思いますわ。そうだ、この手があったわ。そうだ、滝まで行ったらね、ちょっとね、もっとお得なやり方があったわ。ということで ね、何機で行こうかなと思ってましたけど、ちょっと方針変えましょう。まもなく1番線に列車が参ります。危険ですから黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。まもなく列車が参ります。ご注意ください。よいしょ、あれが最初に乗ってこかなって言うとったやつやけど、よっこいしょ。こんな感じなんや。で、これだ。これですね、10時18分の名古屋駅が来るんですけど、ちょっと待ったらね、34分発で快速に来るんですよね。別にこれでいいやと。だからね、特急料金なしで、停車駅も快速に見えるとね、見てたら、なんかそこはね、たまに止まるのがありますけど、今度やると止まらんし、4日、4日、1日はなと。もう、本当に、ほぼほぼ一緒というか、一緒なんですよね。まあ、だったらね、まあ、1500円ぐらい浮きますからね、
いいじゃないかというわけでございますね。すごいですね。ちょうど三宮線の方に乗ってく人とかも多いし、今乗ってきたやつはもうそのままそこでしばらく待機みたいですね。駅前こんな感じなんや。町民バスはこんな感じで走っとるね。駅がどのあたりか。若い格やろ。風こっちか。さっきここやから。竹町じゃないですけど、こっちにドーンってきそうですもんね。ここ、今日はここはここやもんな。ここはね、前、松坂にね、出店があって、卵かけご飯の店があったんですけどね、松坂のマンモ自体がなくなっちゃいましたからね。そう、これ行くとね、ここはここでね、結構、美味しい鶏肉料理がいただけるところですから、いいとこなんですけどね、ちょっとこっからだと距離あるんですけど、ちょっとどころじゃないか、車だったらね、そんな気にならん距離ではありますけど、あとはな、本人で、ちなみにこの辺りもね、松阪牛から着いた、そうですよね。北海道の方にも出れるんやな。で、38分やから、20分ぐらい時間があるのか。20分ぐらい時間があるから、ちょっと駅前ブラッと行ってみましょうか。よいしょ。飲み物は買ってあるし、食べ物も買ってあるからな。あ、でもそっか。食べ物も食べたいし、このスーパーの袋にきれいに弁当を入れる人間になりたいですよね。もっとスーパーの店員になると思う。昔から下手なんですよね。なんかバランス取れないですよね。うまいこときれいに入れる人いるじゃないですか。あれで羨ましいなと思いながらね。今こんな感じなんや。前があって、引っ越す時にも住宅地があってって感じかな。もう来たの？あれは伊勢志摩方面に行く。ああ、伊勢志摩じゃない。鳥羽方面に行くやつかな。伊勢志摩行きがそのあたりかもしれませんね。行ってみたんですよね。あ、でも飯食いたいし、あれか、どこ飯食うのにいい公園とかないかな。大京石油が使ってるんちゃうのっていう感じですよね。すげえやっぱ元気やん。さすがに元気では動いてないだろうな。あ、いや、廃屋ってなってるから元気なのか。あ、容器に179ってことは更新されてるもんな。おお、すげえ。何言ってしんかな、ね、
あの話やったらお伊勢参りのお客さんで混んでるかな、快速に。指定席取っといてもいいかもしれませんね。ちょっと座りやんとね、ご飯食べやんの辛いですからね。おお、ツバメいっぱい。この先はこれで終わりかな。のお客さんで混んでるかな、快速に。指定席取っといてもいいかもしれませんね。ちょっと座りやんとね、ご飯食べやんの辛いですからね。おお、ツバメいっぱい。こんなところなんて歩いてみないとなかなか入れませんからね。ああ、なんだか、ちょっと暖かい。肌暑いぐらいにはなってきましたもんね。半袖でよかった。半かけてそうなことはないか。まずコンクリートで。田植えが終わってますね、この辺りは。しかしあれですね、当初は本当の予定は実は最初は南紀でね、四日市から南紀に乗って、南紀で行ってまた戻ってくる、桑名までね、南紀に乗ってっていう往復何機使う予定だったんで、まあ青空フリーパスをね使うにしても、プラス3000円から4000円ぐらいはね、かかるかなっていう計算だったんですよ。なのでね、だいぶお安くいけてる。これ今回かなりリーズナブルな旅の提供できてるんじゃないですか。時間の無駄感は凄まじいですけどね。これは何だ？自宅？めちゃくちゃでも駐車場広いよな。あ、いや一般家庭か。お店なのかなと思ったら違うな。普通に自宅なんだ。あ、駐車場なんだ。ワンデイ200円、月2500円って安いな。へえ。すげえ。めちゃくちゃこっからこうやって撮ったらお店みたいな感じですけどね。すごいな。なん、どういうこと？築地文化って。あー、ここに。利用料金は、ここに入れてってことね。あー。あ、電話番号書いてあったってこと。あ、奥の家ってなっちゃって。なるほどね、駐車場屋さんって感じだな。だからここ入ってくるのが大変そうだけど、これ覚えとくといいな。さっきまでね、あの早朝に出てきて、あの新宮の方に最速で行こうと思ったら、滝まで来ると滝始発があるはずなんで、すると結構新宮の方に、行くのにね、まあ言うてその電車じゃないとしんどいですからね。そう、途中が熊野の方とか抜けるときに、これはここまで参りでっといて、朝一ここから、1日なり2日駐車場使わせてもらってっていうと、
南紀方面とか行くときに早くから回れるな。いやまあそのまま車でね行ったら多分一番早いんですけど、早く着けることできるんですけど、言うてこっから先ね車で行くのがね、まあまあ運転してるとしんどいところですからね、覚えとこう。言っとったら何しても来るんちゃうかな。あれか、さっき伊勢方面に来た電車は、列車は折り返してあれですね、きっと道だな、多分そのまんま特急南紀と合流するんでしょうね。あ、もう南紀は出てったのか。じゃあそろそろもうホーム買っといた。あ、そうだ、指定席券買っとこう。中にも立派なお宅多いですし、まあ、滝駅はね言うて分岐していく駅ですからね、紀勢本線と三宮線がね分かれていくところで、なんで結構立派ですよね。結構いろんな基地になってまして友人駅よいしょ、この辺はまさか警察署なんや。いいですね、なんかこう並んでる姿。はあ、あとの車両が止まってるけど、保険用の車両でしょうね。お伊勢参りで混んでそうだな。そうしよう、友人駅やから多分駅の窓口で指定で開始組合の指定券買えるでしょ。もう、ね、そもそもの予定からだいぶ予算浮いてるんで、全然それぐらい使っても余裕ですからね。ちょっと JR 線に貢献を兼ねてね、指定券買っときましょう。よいしょ、買いましたよってことで、案外時間迫っとるんで、このままちょっと乗り場の方に行きましょう。あ、これの時間がちょっと早くなるのか。桑名までで530円ね、安い。よし、特急乗ること考えたら全然これもはやマイナス1000円みたいなことですからね、ただに乗られとるようなもんです。
列車が参ります。危険でしたら TNK16 の内側までお下がりください。まもなく列車が参ります。ご注意ください。これに乗ってね、行こうかなと思います。指定席にしといてよかったですね。まあ、結構立ち客もいるような感じだったんで混んでましたね。2両でしたしね。ということで、十何分なんでね、ちょっとトイレ等ね、だけ借りて、これも次の列車に乗っていこうかなという感じですね。到着します。黄色い展示ブロックの内側までお下がりください。この列車は2両編成です。この列車は各駅に停車します。Thank you.
の QR コードは何やろ。なるほど、切り取ったら、さあ無事着きましたね、長島駅ってことでですね、紀伊長島から無事長島までやっていくことができました。8時半ぐらいだっけ着いたのが。で、今が11ちょうど1時ジャストぐらいか、1時過ぎですね。ということで、まあまあ、やっぱ乗り換えしてってなるんで、まあ特急も使ってないしね、そのあたりちょっと時間をかかってるなというところですけど、着きましたね。まあ、こっちは本当に長島スーパーランドに近いところなんですけど、道中でねちらっと言ってたと思いますけど、実際に長島スーパーランドとかに公共機関で行くんだったら、こっちよりはあっちですね、なんだったっけ、桑名駅でね降りて、そこからこう、バスを使ったりしてもらった方がいいのかなという感じですね。駅は1面2線ででね、もう目の前そこが近鉄の駅なんですね。ですから、まあ、駅から散歩しようかなと思いましたけど、もう本当にそこ渡るだけなんでね、駅から散歩と呼ぶにはさすがにこれですね、もうまくなりすぎるんでね、あれかなということでですね。でここは特に名所案内とかはないみたいですね。あるかなと思ったけどないですね。よし、じゃあ実際に置いていきましょう。まあね、トイカ使っとる場合はねこれでピッとしたらいいんですけど、まあ、今回はね、おお、嬉しい、今回は、普通にねそのまま置いていきますよという形ですね。言うてこんだけなんか線路と近いところ、ゼログラウンドで見れるところもなかなかないですね。この距離でこの線路が見れるのも珍しいですよね。めっちゃ近くまで思い寄った。これもうサビの具合まで全部見えるね、見えるね。重要ある赤は分かりませんけどね。よっしゃ、こんなのもあるんですね。よし、さあ長島駅の駅名表だけ取っとかんと、サムネイル使わなきませんからね。サムネイルどこや、あったあったあった、さあ無事来ましたよと。ということでね、動画的にはこれで一回閉めるのかな。次のやつはちょっと散歩で行くかな。ちょっと時間もあるしね、せっかくない、ちょっと長島の駅前を見て、それからねちょっと次の目的地までも移動してみようかなと思いますよと。よいしょ、目的地が、まあ時間もねまだ1時なんでね、まだちょっと余裕ありますからね。1977年にできたってことなのかな。よいしょ、よいしょ、一応駅間散歩って出しとこうかな、ショートです。で、ここ歩きやったらここショートカットできますからね、半分以下にできるね、強いね。次が
ふうなの、名古屋方面が13時16分に準急来るか。410円だな。あと30分待ったらね、来ますから。ちなみにここかな。なんでわざわざ東岡田って書いてあるんだ。帰るんだね。1号線も結構すぐに出れるはずやけどな。そこそこの時行ったら確か1号線があってって感じですよね。よし、30分後かな、に名古屋方面の電車が、JR も来るんで、それに乗ったらいいかなということですね。まあ次回予告的なことをね、チラッと言うとくと、ここからね、ちょっとね、竹戸予選でこの前、知多半田の方行ったじゃないですか。知多半田を見えてですね、駅か、JR の半田駅の方か、ね、半田の方行ったときに、ちょっとね、気になったね、駅があったんでね、道中、動画では撮ってなかったんですけどね。ちょっと気になるところがあったんで、ちょっとそっちの方に、せっかくやからね、青空フリーバス竹蔵予選もね、全部乗れるんで、じゃあついでにちょっとそっちの方も行こうかな。そうしたらね、時間になるかなということでね、その駅だけね、単体で行くのはね、さすがにシャバいなということでね、どうしようかなと思ってたんですけど、だったらこの紀伊長島から行ってね、帰ってくるのとバーターにしてしまえば、時間的にもちょうどいいなという計画でございます。近鉄長島、長島駅の分野、でその道ずっと行ったらあれかな、1号線やけど、まあそこまで商業施設がバーッとあるわけでもないんでね、よいしょ、まあこんなところですよっていうぐらいかな。パーキングも300円やっぱ安いですね。300円やったら気軽に止めれますよ、パークアンドライトするのに。ましてこの長島ね、先のところは堤防で絶対混みますからね、桑名に出るのにも名古屋に出るのにもね、やっと名古屋の方に出るのも混みますんで、やったらね、特に名古屋方面行くんやったら電車の方のが案外便利っちゃ便利ですもんね。これも長島町のマークかな、少し下を向いて歩こう。そうですよね、多分確かカタカナの名をこうもじったマークだったんですよね。これクワナのマークじゃなくて、あ、クワナかわかんねえや。あ、ちなみに裏技的なことを言うと、多分こっから近鉄で一回クワナ駅に出て、クワナから、あ、ヤトミか、ヤトミに出て、ヤトミから急行に乗ってしまうか、それか桑名まで出て、桑名から快速ね、 JR の快速に乗るか、した方のがハイエース、早いですね。なんすけど、まあそこまでするね、あれでもないから、時間もそんなねカツカツじゃないですからね。満潮、あ、これはですね、伊勢湾台風の時はここの上までね水が来ましたよってことですね。もう何せここだって海抜0メートルですからね。
長島の町役場がなくなったことで、隣のね木曽岬町にある役場がね、あのダントツで、あ、向こうがちょうど快速列車来たね。線で高速でかっ飛ばしていくんで見応えありますね。あれ、JR の方でまだ時間余裕あるか、まだ15分ぐらいしか経ってないのか、まだ15分ぐらい時間があるけど、まあ北側はそれ本当にそれこそ目立って寄る場所もないですからね。よいしょ、まあ、とりあえず長島駅取って、まあ、無事紀伊長島駅からね、長島駅にね来る方法ね、これでもね、毎日ね間違えて紀伊長島駅にね行ってしまった人がね多発してももう安心ですね。なんて安心なチャンネルなんでしょうね、もう本当にすごいね。じゃあここから新シリーズの方につなげます。ご視聴ありがとうございました。はい、こんにちは、山城と申します。さあ今日はねどこに来てるかというと、三重県桑名市の長島駅ですね。まあね、前のシリーズを見ていただいた方ならわかると思いますけどね、ちょっとねおてこちょいなね、この YouTuber さんね、なんか紀伊長島駅に間違えて行っちゃったらしくてね、慌てて長島駅に来たんですけどね、まあぶっちゃけ動画の流れ的にはここからもうあのジャズドリームあたりに行ったらいいんやろうけど、ぶっちゃけこっからジャズドリームを歩こうと思ったらクソ大変なんでね。よしよし、多分めちゃくちゃすごい人なんでしょうから、ジャズドリームは避けてですね、あ、ベンチがあるやん、どうせ深いこやんよ、よいしょ、座って待とうと思います。これでも駅自体は後からもう一回作り直してますよね、多分なんか綺麗になってますよね。ちなみにあれですね、長島駅はチャージができる設備がないんで、現金チャージがねできる設備がないんで、行こうかとかねチャージしたい場合はね近鉄の方でチャージしましょう。なんつうもともこもない案内をしてるんやっていうところですけど、はあ、ちなみに当然普通列車の数もね近鉄の方が多いですからね、あんなことはもう言うまでもないことですけどね、面白いな、こんなとこから分岐してんだ。あ、その先からね、ギリギリホームには数らんようになってるんですね。で、あの奥に何だっけですよね、何があるんでしょうね。まあ、あの感じだと保守系でしょうね。保守車両、点検車両みたいな感じでしょうね。あとそうだ。前のシリーズのところの補足になってなりますけど、今のところね、あの高校には書いてあるかな。書いてないよな。トバンは書いてありますけどね。規制線も滝までしか書いてないですもんね。ここからね、その紀伊長島から長島ね、までは、2500円、ということでね、料金が。ですんでね、まあもうこれでね、全然、片道でね、ほぼほぼ同じ値段取れますし、まあなんならね、亀山からね、スタートして、亀山から、紀伊長島までが1500円やったっけな。ですからもうね、全然元は取れてますよっていう感じですね。よし。
これはアウトドアフリーパスで、まあ、ここからね、また、次に行こうとしてるところがね、なんて駅だったっけな。見忘れた。まもなく、一番線に列車が参ります。危険ですから、沿岸電気トラックの内側までご覧ください。普通でした。列車が参ります。普通でしたね、よかった。ご注意ください。あ、違う。あれ、特急か。何機かな。これも取っとか。もうこのなんだろう、この近くで取れるのも魅力ですよね。おお、なんか魅力ですね。迫力あんな。ちょうどくるっとカーブしながら入ってくるんで、なんかこっちに突っ込んでくるような感じがあるんで、めちゃくちゃ迫力ありますね。いいですね。さあ、行こうとしとったところが、そうだ、亀崎駅ですね。次は亀崎から亀山か、一応間違えた点にしてみようかな。無理が。この前でも秋亀山から亀山もやりましたからね。あれはあれが一番壮大か。どっちのが壮大か。でも5日市から4日市の方が壮大か。まあバーターでやってるんやからね、2個市なんていいんですね。あれなんですけど、今考えるとひどい話だよな。企画バーターってね。まあ、今回みたいにね、1回で区切りつけて次の目的地に行くの新シリーズっていうのはね、まだしもね、あれに至っては5日市からスタートって、じゃあ秋亀山からスタートして1回5日市に行って5日市から、4日市までのやつっていうので、まあ、まあ秋亀山からスタートしとるんで、ね、亀山ね、間違えちゃったもできるし、5日市と4日市もできるしってね、でもそこまでやるんやと、20日市まで行っとけよって話なんですけどね。5日市には行きそべた上にね、そうするとあの5日市だと広島市内やから切符がね5日市4日市にならないっていうね、凡ミスね、広島市内になってしまうんでね、こういう切符で20日市やったら20日市から4日市の、切符が買えるはずなんでね、やらかしたなと、いうこととかありながらねやってきましたけどね。とりあえずこのね亀崎ってところがね、なんかね、駅舎がねすっ趣があったんで、ちょっと気になっとったんで、なんかね、ちらっと調べてみたら、なんかめちゃくちゃ古い駅舎らしいんですよ。なんでね、ちょっと一回そこをね、見てみようかなと思います。案外扱ってるところなさそうでしたしね、鉄道系でも。よいしょ。なんで、今からね、鈍行に揺られて、そっちの方に行こうと思います。はぁ、次の電車が37分やったっけ ?27 分かな、うん、なんでもう言うとる気にね、来ますんでね。なぁ。13時28分に出るので32分ですね、32分長島着っていうことですんで、この列車乗って名古屋まで行って、名古屋から竹東予選の方にねそのまま移動していきたいなと思います。あー、でもここは こんな感じで列車はね銀座市に来るんで飽きないところですよ。こっちの方にもなかなか来ませんけどね。まあでも、やっぱあの南紀、ちょっと見れたし、いいですね。今気づいたんですけど、この線路ってよく見てみたら、ここが切れてないんで、どうやって渡すんだろう。どうやって渡るんだこれ。ガッターンって無理やり行くのかな。
よく見たらそこも内側切れてないですもんね。え、不思議だな。で、向こうは急行が行って、こっちは違う、向こうか。帰っとくか。めっちゃ間違えてこっちに来てしまった。よいしょ。まあ乗ってきましょう。まあちなみにあんな頻繁な感じでね、桑名からこれ名古屋って本当電車移動便利ですね。あんな、おお、ちょうどくるっとカーブしながら入ってくるんで、なんかこっちに突っ込んでくるような感じがあるんで、めちゃくちゃ迫力ありますね。いいですね。から乗り換えたらね、大分やったら新快速でも何でも止まるか。よし、まあ、ちょっと時間余裕あるやろし、せっかくと名駅来たんやし、東海道線の保育園やったら、何番目だよ、こっち新幹線の上やから、こっちか。方面のホーム行くんやったら食べたいよな。食べたいよな。きしめん、きしめん食ってこ。岐阜方面まいかな。そう、東海南部から感じするんだよな。こっちやな。一番向かうの方がいいか。そうやね、新快速乗っちゃった方がいいね。よし、新宿安全乗り方行こう。すみません、
とりあえずきしめんはここまで始まらんで、よし天津きしめん、あのこんなんのいやーだよな。終点まで来ちゃったんで、まあフリーキックなんでね、竹通用まで大丈夫なんでね、そうや、せっかくなんでね、そこ映しときましょうか。そう、竹通用駅はね、ターミナルコース端っこの駅になってるっていうんでね、よいしょ、そこが一番端っこになってるんで、これがあの愛知県でここだけなんですよね、この端っこになってる JR の駅だとね。ってことで、ね、そう、この前ね、面接ターミナルの時に来ようかなと思ったけど、来なかったんで、ターミナル、やっと来ましょう。めちゃくちゃ重い時というか、ほぼほぼ事故ですけど。よいしょ。これが竹豊ですね。竹豊橋ですね。1回出るか。どれぐらいで折り返してくるかな。まあ、30分にいっぱいありますからね。一回出て、こんな感じなんや。で、まあ26分ぐらいで15時31分出てくんか。ちらっと出てくんか。商業施設は名鉄の方にあると思うんだよな。こっちは特に。まあ見た感じも、まあせっかくで奈良まで歩くか。奈良までやったらそんなにないやろ。全然ねえな、わかんねえな。多分247の方に出てしまえば行けると思うんで、まあせっかくだし奈良まで、いやこちらになってから行くの嫌やからな。やっぱ普通に戻ろう。完全に大丈夫かな。
入ったのがあの駅舎なんですよね。これはエレベーター用のどうも橋脚みたいですけど、エレベーター専用ってのも面白いですけどね。向こう側に橋渡しがあって、この橋渡しも結構古そうやけど、このね、そう駅舎が前来た時ね、えらい古いよなと思って、結構大きな感じでちょっと気になったんで、ね、単発で、これも結構古そうやけどな。ここに書いてある。40年か、まあ言うてそんなにあれやな。お前なんか明治19年ですからね、判断があったのはね。でも今通ってくるときにね、ちらっと見えましたけど、あれですね、もうだいぶ囲い出されて、もう取り外しをするのかな。結構ゲートが、工事用のゲートも離れとったんで、近づきなくなってましたんでね、結構ギリギリいいタイミングで撮れたんじゃないかなということですね。まあぜひ気になる方リンク貼っとくんで見ていただいたらねいいかなと思いますけど、いやまあでもあれやったら多分探せば中のねその現役時代の映像とかもどっかでアップロードされてるでしょうね。よいしょ。逆にその現役終わってからのねその間のところ撮ってるの少ないかもしれませんからね。よいしょ。でこの駅舎なんだよな。ここのよいしょ、この駅舎よいしょ、うん、よいしょ、こんなことやったんや。これ結構だよな、少しエアードになってるけど、表面かな。あ、あるわ。
明治19年とかだ。あそこにあった橋脚と同い年ぐらいか。え？何年前だ。130年前。え、そんなもんだよな。お、すげえ。そんなに経ってんの？すげえな。これは古いっすね。へえ。向こうが最古の駅舎ってなっとったら、ここでも明治19年やったな。で、最古の可能性十分あるな。へえ。すごい。さあ、ってことで、亀崎来ましたし。どうしような。半田なんで、こっからどうしようかな。ちょっと一駅ぐらい歩いてみましょうか。半田方面行くとあれやし、大府方面に向かってちょっと歩きましょうか。でも、すごい。いい感じですね。へえ。手前にめっちゃ新しく作った感じのやつがあるんで、余計になんか際立ちますね。さてと、確認したら、その隣の東浦行くよりは大川行った方のがなんか行きやすそうなんで、大川の方に行ってみましょうか。まあ、名前もね、ちょっと気になる感じのところですね。じゃあ、大川の方に行ってみましょう。さてと、確認したら、その隣の東浦行くよりは、大川行った方のがなんか行きやすそうなんで、大川の方に行ってみましょうか。まあ、名前もね、ちょっと気になる感じのところですね。じゃあ、大川の方に行ってみましょう。そう。なんかね、東浦の方は結構距離もあるんで、なんか、まっすぐストーンと行けない感じみたいなんですよね。よし。で、大川の方は比較的この通り、ずっと行ったら行けそうなんで、ここで北散歩しちゃいましょうか。よし。なんでだよくわからん。あ、でもこっちにも同じようにしてあるな。まあ、ん？で、そういうデザインなのか何なのかわかんねえ。この道まっすぐ行ったらいいだけみたいですけどね。よいしょ。こっちなんかあるかな。今でも、あれなんか居酒屋だったのかな？ご家族でバーベキューやってるのかなと思ったら、でもお店やったみたいですね。もう外で本当に、バーベキューやってる感じの、あれでしたね。
しかしあれですね、このゴールデンウィークね、いやなかなか疲れが抜けないですね。悪いのかな、空の方の番ですね。かなり狭いな。このまま風取ったら国道にぶち当たって、そのまま国道沿いを行ったら良さそうなんですけどね。まあ、風もあるし。それなのに、養鶏場ってそう。卵？卵の卸屋さんなんだ。
とここで一回止まろう。あ、ここっぽいな。うん、そうだな、これこっちだな。はあ、はあ、よし、このままあーずーっと行ったら駅の方に行けそうやな。よし、あらいいな、ね、おっ、ふっくらですね。ふぅ、今日はさすがの山田さんも話すネタがねえんだよね、そんなに。はぁ、鳥あれか、中配線さんの方の車を部署拠点を置いてるのかな。この辺りは半田郵便局でしょうからね。鳥がつく郵便局で中配って言ったら鳥出局ぐらいですもんね。まあ、鳥取もあるけど、いやー、マスクしてると暑いっすね。ここら辺まで歩いていったらいいんやろ。ちょっと距離はあるはずですからね。まだ洗いになってるもんな。これが多分アルタカメラ大川に変わってくるはずですからね。よいしょ、どれくらいかな。もっと歩かんとあかんのか。今はどの辺り、まだまだだいぶあるな。ニトリか。はあ。
緑があるあたり、緑が出てきたら分かったら良さそうですね。へー、岡の駅前になったんだ。全然気づかなかったな。よっしゃ、チェルのマークがある。
は奈義町って読むんだ。へえ。これな、え、奈義じゃなくてネギか。ねですね、多分これやったら。見える逆光でなんも見えんけど。おお、すげえ。あとでキャプチャーデータ出しても。あ、こっちに来るとやっぱシーホース三河のこんな混乱で出るんですね。三河から山陰地方は多いですよね。もう一つ豊橋とかあっちの方確か基盤にしてるところもありましたよね。バイパスなんかな、こっちが旧道なのかな。あー、なるほどな。ああいいんだそっちの信号が変わってないと、変わってないかと思ったら歩道は変わるんですね。変速だ。あー、でこれは自転車専用だ。あ、すげえ、こんなに取ってあるの。めちゃくちゃ広。こっちがバイパスなんかな、こっちが旧道なのかな。あー、なるほどな。ああいいんだそっちの信号が変わってないと、変わってないかと思ったら歩道は変わるんですね。変速だ。あー、でこれは自転車専用だ。あ、すげえ、こんなに取ってあるの。めちゃくちゃ広。ちゃんと撮ってあったらいいですよね。あの四日市の整備のね、ね、いやいやね、自動車専用のね作るのはいいんですよ、いいんですけど、ここ最近作ってる 自転車専用の通路が、ここで自転車逆に危ないやるレベルの狭さのところありますからね。もうだって車道の中に書いてますもんね。あれ怖いなと思いながらね、見てますけど、こんだけやったらいいですね。ほんと広い。でもなんやかんやて、そう、でも本当に鉄道の、ね、乗って出かけるよっていうのが、年末にそれこそ半田来た人って、あの名鉄ターミナル以来ですからね。そう言うて途中でね行くのがね、まあ、あの時間もなかったのと、ね、土曜日も仕事でロッキン級でやっとったので、なかなか出てくるのが難しかったとかっていうのもありますけど、まあそれに加えて例の金融危機がありましたからね。あれはだいぶこさえましたからね。1日の食費300ね、多くて500円以内でね、1日の、ね、生活費がねで抑えてって言ってねやってましたからね。もうすごい時は1日の食費が100円以内で収まるっていうね、超節約やってましたもんね。
もやしは正義でしたね。ちょっと気分がいいと、ちょっとお財布の機嫌さんがいいと、よし、78円のちくわを入れるぞってね。もう超機嫌がいいと、98円のちくわを入れちゃうっていうね。お肉、そんなもん高くて入れるかっていうね、感じですよね。お肉やったらちっちゃいパックでも200円ぐらいしますもんね。ちくわやったら高級って、ちょっといいちくわでも198円とかですからね。まあ、山さんちくわとかやったら400円ぐらいですけど。そうやね、山さんのちくわとね、安い外国産の肉のパックって変わらないですもんね。そう考えるとやっぱちくわってすごいね。ちくわ正義っていう。ここは、ああ、宅急便が、ヤマトのセンターなんや。まあまあ、時間は全然たっぷりありますんで。なんならちょっと途中どっかへ、ま、もう一人より下ぐらいなんやけどな。多分今からね、直接オッカーついてから東海電線に乗って名古屋の方に向かうと多分だいぶ混んでますからね。どうしような。オーブからやったらもういっそのこと岡崎に出るっていうのってか、でもな、 JR だからな。 JR で岡崎出てもね、本当になんもねえんだよな。日が丘まで歩いてみるか。でもね、多分ね、カメラ回せないと思うんだよな。ゴールデンウィークのど真ん中っしょ。相当混んでるでしょ、多分。だって、今日もね、幸男さん、キブサさんのところのツイッターね、フォローしてるんですけど、11時前でしたもんね。10時45分と50分ぐらいにもう、並び終了っていう。ちょっと待って、回転前じゃんっていう、どんだけ並んでたんでしょうね。ちょっと一回探してみてみたいぐらいですけどね。すごいな。おー、でっかいマジバチャップン。まあ言うて歩くとまあまあ距離あるな、やっぱし。逆に日本語ぐらいになるかな。ジャパネンある。ジャパネンやったらちょっと一人や泊り高になっちゃうからな。ちなみにジャパンレンタカーってなってますけどね、カラオケ屋さんですからね。お店によってはレンタカーやってなかったりしますからね。ここは多分レンタカーもありそうやけどね。ジャパデンはどこもルーム制料金なんでね、大人数で使うときには本当に超コスパいいんですけど、あと持ち込みがね、昔から OK っていうのもね、特徴ですよね。自前で飲食やらないんですよね、ジャパレンは。普通のカラオケ屋さんとそこら辺の発想がね、真逆ですからね。あくまでもレンタカー屋さんのね、手つきを使って、スペースもいっぱいあるし、じゃあカラオケルームね、昔だから、昔やったコンテナをね、そこに置いたらええやないかっていうような感じのね、発想ですからね。まあ、今やカラオケの方のがなんかメインな感じがあるぐらいですけどね。そんなもんでね、持ち込み OK。だから近隣から電話で頼んでもいいよっていうね、サービス。なんかサービスでもありますもんね。カラオケ屋さんの部屋の中に、近くでその電話サービスやってる
地元の、ね、中華料理屋さんとかピザ屋さんとかの、メニュー表があって電話でねやったら電話サービスで使って全然大丈夫ですよっていう。なんで結構近隣の飲食店はウェルカムなところが多いっていうね。他のところだとね自分のところで作るんで逆にねお客さんの取り合いになってしまうっていうねこともあるんで、まあそこのところはね、うまいこと、うん、やる。まあね単価を上げないといけないから飲食食べてもらうんだかんっていうねところはあるんですけど、うん、そこ無理強いしないっていうね、うん、あくまでもメインはカラオケでっていうので、近隣のところとねそこのところはね、毎日やると、うん、そっちの方が結局長続きしますよね、うん、これをまっすぐ行け。歩道めっちゃ狭くね。自転車専用道はねえさっきから同じ広さちゃんと保ってますけど、歩道狭いな。いや自転車道通りゃいいだけの話か気がしますけど、いやもうしゃも通れ、うん、自転車道に出よう。これは狭いな。そこに看板も来とるで。で、うなぎ屋さん。便長たん焼きだな。あのところガールズバーなんかもあるんだ。設定安いな。40分1500やったら。すげえ。こんな。ああなんかちょっと飲んで休んできた気分もするけど、全然知らなかった。まあこっちの通りだ。こっちは魚屋さん。あ金魚か。こっちの魚か。こっちはあっちの魚屋さんですよね。あ違う。新鮮市場違うか。一緒か。そうですね。金魚よく見た。金魚と思ったけど違うな。タイだな。ああ。じゃあ食べていい方だな。ね、大丈夫ですね。で食べていいところがあって、はんぺん屋さん、あ、まあこの辺りですもんね、はんぺん屋さんもあって、で、そこは魚屋さんじゃないね、人形屋さんなのかな。で、あ、これがニトリか。ということは、その手前の信号の中にはいいのか。そこか、そこの中でいいんか。よし。ああ、着いた着いた。結構歩いたね。はあ。で、あ、これがニトリか。ということは、その手前の信号の中にはいいのか。そこか、そこの中でいいんか。深い演出があって、うん、あ、こっちにあるんや。
あ、いいですね、こういう。気になる地元のお店って感じが。さっき飛び寄せの線路見えてきた。よし。あ、こっちでこんな距離あるんだったら、あれだな。また東浦の方行っとったら結構多分大変でしたね。向こう渡っとこうかな。渡っとこうかな。よし。かろうじて歩道がありますもんね。ほんとかろうじてですけど。ところ金庫あんだ。36って2にもありますよね。そう、相手36ってなかなか37をね、パチンコ屋さんならね使ってきそうな感じありますけど、6って確か台数に合わせてね、サウザントとかそういうような感じでつけてる。多分600台クラスのねところですよってことなんでしょうけど、わざわざあのお面を使うのはなかなか攻めてるな。名古屋名駅にねでかいの作ってますしね。ここは大川天満宮。あ、ちなみにね、こっちはこのね、おつに川で、おっ川ですけどね、岡崎の方流れてるのは、おっと川ですよね。このまっすぐは、そのまま住宅地か。ちょっと行こうか。新しい感じの石碑やなと思ったけど、昭和12年やから結構古いですね。すごいですね。昭和12年のこのピタピタした2ヶ月かな。よいしょ。お風なので、地元の天満宮って感じですよね。こっちのがなんかちょっと色歴史がありますけど、こっちのも平成4年ですもんね。でそう、大川はね、こっちは大川って言いますし、同じ感じで岡崎の方流れてる川はね、音川になりますし、なんならあの不思議なのは音川ってあの音川が流れてるあたりにある地名は男の川で音川なんですよね。あの駅に名人とかになってくると地名になると、なぜか男の川で音川っていう、乙女の音から男に変わるんでね、まあまあ真反対やろって思いますけどね、あれ不思議ですよね。さあ、ここ曲がったらいいのかな。こっちか、ここか。ここにもあるんや、安山木が。あ、また別だ。こっちはあっち、あっちもあった。さすがに、あ、自動ポストもある。いいですね、歴史館がある。これ、現役のポストかな。現役ですね。やばい、投げ出したな。鳴り出したのはまずいな。間に合わんだろうな。こっからだと無理だな、間に合わんな。もうちょっと先ですもんね。名古屋ナンバーなんか、そっか、ハンダは名古屋ナンバーか。
ああ、金木犀の香りがしますね。はあ、急に本当に一気に金木犀の香りしてきたな。どっかで、あ、よかった、反対方向や。危ねえ危ねえ。じゃあ反対方向やから、それの折り返しやから、まだちょっとかかるか。よしよし、こっちはさ、どこだ、こっちはどこだ、勝負心があるけど、見たらもうちょっと奥なのかな。確かにバーベキューってこれくらいが一番いいよな。正直夏は暑いしね。まあ上流とかまで行ったらあれですけど、そうすると今度は虫が多いですしね、そこっぽいな。そこか。そことか行き過ぎてる。なんか今出発してった感じだったよな。どこだ。お、カット1600円、安っ。安っ。わかるかな。めっちゃ硬くる。あ、ちょっと逆光になったら見に行く。あ、こっちか。こっちやったら綺麗ですね。いいね、1600円で安いな。へぇ、何、ヘナって何、ヘナって何だ。あー、そこか、そこ登ったところか。あー、これだったらもいい。あ、400円、安い。そうやな。よしよし。え、多分今の電車が折り返してきてやろ。あ、ここか。ほっほっほ。あ、来た。おお、ちょうど送迎が。わーっと来た。多分今の電車が折り返してきてやろ。ここ綺麗な規制になってんだ。はぁ、あ、着いた着いた。おっかわいち。よし、何分かな、何分や。41分。で、今タクトインフォームがいたで16時49分やから、違うか、38分がもうちょっと前に行ってんのか。そうすると区間快速、あ、名古屋行きの区間快速、あ、これ乗ったらもうそのまま名古屋行けるよ。ほっていいやん。で、それが、16時、今16時やな、17時8分か、名古屋駅。それでもそのまま名古屋に出ちゃいましょうか。乗っとるだけで、今日から先そのまま金山名古屋で行けるみたいですからね。そうしよう。ほんでそうかな。中で回ってるからどうしようかな。自販機なんかあるか。自販機あるな。あ、今これ流行ってますね。もうちょっとらしいんで、ちょっと見てみたいし。新長島で話題に沿った早見さんも出てるらしいですもんね。
麗な汽車ですね。よいしょ。あ、チャージしとこう。ご希望のボタンに触れてください。信号かないなんか待って、どっかに見合うのか。全部元々と今くじですね。で、これじゃない。危ね。チャージするとついそのままパッてしちゃいそうになりますからね。全然使えるので、ここで使っておきましょう。こっかは一番ホーム、こっちでも取ったりか。ああ、ゆーってぐるっと回りましたね。一応使える範囲でいうと、こっちのね、米原、海の赤坂、こっちも海の王とどこまで使えるんだっけ。ゲドまで使えるか。ゲドまで使えて、この切符ね。で、こっちは中央本線は中津川はどこまで、どこまで使えるんだ。木曽平沢まで使えるんだ。どこだっけ、木曽平沢。ここだ。正直のちょっと手前まで使えるんですね。ここまで使えるんだ。広いですね、だいぶ範囲。で、飯田線は飯田駅まで使えるから、飯田。ここっすね。うん。はい、この前話しとった、飯田線で話しとった三河一宮から、新市道流しの、本流しのここか。この辺りまでやったら、全然、この切符でカバーできるんでね。まあ、往復切符のね、メリットは、新幹線が使えるっていうのをね、400円で使えるよっていうのが、メリットがあるんでね、まあまあ、それぞれの、ニーズに合わせて、名古屋近郊やったらね、絶対あっちの方が得意になってきますしね。四日市からやったら、微妙か。分けて乗ったら、1690の、2400やから、そうか新幹線使って早く行きたいなっていうんだったら、まあ、もうそっちに切り替えて割り切ってもいい、良さそうですけどね。こっちだとこんな感じで途中で降りてね、いろいろと見ることもできますからね。西岡崎とかね。まあ、とりあえず座ってもらうと、荷物が重たいんだ。これね、バッテリー増やしたのはいいんだけど、重てんだよね、バッテリーが。ほぼほぼこのバッテリーの重さで半分ぐらい持って帰り取る感じがしますもんね。日帰りやつはそこまで使いませんからね。ここのやつはそんな付属だそうですね。ただあれですね、ここもバリアフリーにはなってないから、むしろさっきの何でしたっけ、亀崎の方のその辺りあれですね。うん。あと一応ここからね、そのまま亀崎行きますか。ここからね、一応企画としては亀崎と亀山を間違えてしまった人のためにね、亀崎から亀山の行き方をね、見ていきましょうと。なんだそれは。あれもまあ、亀崎の先っていう字に山辺が入ってるから、先の字にそう入ってましたね、山が入ってるから。そうするとパッと見てワンちゃん亀山と間違いなくもないかもしれない。どうかな、無理がある気がするけど、まあどうせ亀山に行かないといけませんからね。どうしような、免疫で何か食ってこかな。でもね、またね7日に来るんだよな、免疫は免疫で。電話ボックスはどこにあるの。こっちから取れん、こっちから取れんような構造だけどいいのかな。まあ頑張れば取れるか。つけたのが昔の話でしょうからね。まもなく1番線に列車が参ります。危険ですから黄色い電気ブロックの内側までお下がりください。まもなく列車が参ります。ご注意ください。
まあとりあえず今日のところはこのところで締めて、なんていうか山も落ちもないなんとまでですけど、まあ神山に来てますけどね。さあ、違うんだ。1キロ、ジオン寺と野村一律か。ああ、一律か。赤目も上司だ。まあまあまあ、良心的なところですね。よし。よいしょ。よし、ってことで戻ってきましたし、まあ、この辺りでね、動画の方も締めましょうか。亀山駅もまたガラッと様変わりそうですね。よし、ということで、まあ、これくらいで今日は締めさせていただきたいと思います。ちょっとか快活クラブやってちょっと休んでくるから帰ろうかな。混み具合見てそうしようかな。では以上で締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。何がどういう構成になってんだろうな。わかんねえや。